これから新サイドストーリーオリマーの冒険再びを実況プレイし動画投稿させていただきます。こちらストーリーをクリアしたことによって解禁されたおそらく新要素ですね、Wii U 版のピクミン3にはなかった要素だと思います。説明を読んでいくと、命からがらホコタテ星に帰還したオリマーたちにホコタテ運送の社長から無慈悲な業務命令が下る。それは大破して惑星中に散らばってしまったドルフィン初号機の回収だったという。これはなんかちょっとワンと似てるよね。初号機の部品回収なので、雰囲気的にはワンと同じような感じでこのサイドストーリーも進んでいくんじゃねえかなと一人ちょっとワクワクしているので、これからやっていきましょう。ヘイ、アンブスファー、キャプテン、オリマー。ウィンドウィンド、ケロ、ヌルン、ドルフィン。あー、クトゥー、フェルビーパーク。ショッパトゥーコルムクパープチエペナシャガネヒアルフバヌルンエッパガナスンリベナショーンオッタデパン社長ソルパコパンサントマダスパコキロピンタクタクスパコデロトトピーロコテトントマスパンパンそうそう、トトトトルフィン、スピリットソード、ドルルボー、いますぞ。アルスピナ、ピクミン。なるほど、エンディングの最後はこれに繋がってたんだ。てか社長予想の2倍怒っとったで、ね、ぶっちぎれじゃないですか。これはちょっとワクワクするなぁ。で、探索1日目デイ1ワン、ピクミンを集めよう。なんだ、ピクミンとの再会。ペレット層や原生生物を倒してどんどんピクミンを増やすんじゃ。ピクミンと同じ色のペレットを運ばせれば効率アップ間違いなしじゃばいと、さっきブチ切れてた社長が冷静に言ってくれてますね。どうやらこれまでにやったサイドストーリーとはちょっと違った感じで進んでいくんですね。最初やったのがこのオリマーの冒険って普通のやつで、これは金塊とかフルーツを集める、なんかミッションモード寄りだったんですけど、これ最初の1日目見る限りピクミンを集めることがやっぱクリア条件になるというかね、おそらく数によってクリアかどうかって決まると思うんで、いやほんとちょっと楽しみですね。やっていきましょう。なんだ4度目来すぎだよ。まずは彼らを探し出すことから始めなければ。いや逃げ出す必要なくない？慣れっこでしょ。4度目アルフたち含めたら5度目なんでね、慣れろや、いい加減ピクミンたちも。あー制限時間あるわこれ。デイワンピクミンとの再会で、どれくらい集めたらいいの？これもまたミッションモードと同じくなんかメダルで分かれてますね。ある一定集めたらとか、集めた数によって変わるんだわ。1ピクミン10ポイント10コインってことね。さっき社長が言ってた通り、同じ色のペレットを集めるとより効率的にね、ピクミンが集まるんで。てか、これは最下位の花園かな？ステージは。いや、違うな。これどこだっけ？最下位の花園とは違うな。ちょっと名前忘れたけど。ここね。広そうでめんどくさそうやな。今のとこ、赤しかいなくない？青とか、あ、でもあっち青いペレットとかあるってことはそういうことよね。絶対いるわ。とにかく集めて集めてひたすらに集める。そこにも壁がある。あれチャッピーもいるやること多いぞこれ、底辺やな。まあでも行けるとこは限られてるんでね、ストーリー中で、プレイした部分っていうのは全部行くわけではないので。青もよく見たらいるわ、あっちかは。たくさんいるね。とりあえず赤ピクミンに関しては一通り集まったんで、ここ破壊しておいて、そしてまあルーイも当然ついてきてるんでね、ルーイで青ピクミンを操作して増やしていく。これ引っこ抜かないとダメなのか。でなんか素材あるな、あそこ橋の素材的なもの、それは後ほどで。あー青ピクミンのオニオンはここね、それぞれ散らばってる。どのピクミンがどれくらいいるかって分かんない。あそこなんか赤ピクミンあるな。
なるほど、この橋の素材は多分あっち橋があるからそこショートカットになるってことやな。で青赤の方は終わった。この数でいけるかしら。まあ一応ここにもいるんで、あーでも微妙やな。もっといた方がチャッピー倒すさえ安心に倒せるよね。これどうだろうな、数としてちょっと微妙すぎるな。あ、ここにもいる。あ、よく見たらここにもいるわ。隠されてる。20匹いたらまあいけるでしょう。一気に行こう、ゴー、倒せよ倒せよ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。でこれ回収して次青ピクミン側で、まだまだあるよこれ。あ、よく見たらなんか原生生物がいる。こいつは特に害がないんだよな。よく動くだけ。食ってくるわけでもないから、何がしたいのか分かんない。僕なめんどくせえ。この死体も回収して、そこのペレットも回収して、橋もつなげてやること多いぞ。まあでも時間はたんまりあるってわけでもないか。そんなゆとりはないぞ。早くやらないと。赤ピクミン側、こっちはねもう一通り集めたし、あとはそこの橋の素材の前に、そこなんかおったよな、コチャッピン。うわ、2機もおるやんけ、めんどくせえ。あ、なななななな、早く倒されて。おい、イエスイエスイエス、危ない危ない。これも赤ピクミンで回収して、イエス。で次は橋の素材。え、ちょっと一通り見ていくと、まだ原生生物の反応はそことそこ、あとここにもある。まあ、でもそんな広ないわな、うん、あっち側に関してはないはずなんで、結構もう終わり近いよ。てかもう5分切りそうだから早く終わらせないとまずいんで、レッツゴー。で青ピクミン側でまずそこにいる原生生物をあらかじめ倒しておかないと後ほど事件に繋がりそうやな。あ、あのアメンボね、あれなら何の害もないんだ。お前バカやん。あ、なななな、ちょちょちょ、大丈夫。ああ溺れてる。ロロロロ、何してんねん。あのアメンボやな、ハップなピクミン死ぬとこだった。ピクミン死んじゃったらちょっとポイントとかにも関わってくるんじゃないかな。めんどくさいことになりそうなんでね、あまり無駄に殺させないように。この奥にまたこいついる。こいつしかいない。まあ、最初だからね、これから探索日数が増えていくことによって、いろいろとめんどくさくなるのは目に見えてるぞ。一通り邪魔になる原生生物は全部倒したんで、あとは橋の素材集め。またチャッピーいる。でっけ、あんなでかかったっけ。ちょっと大きくない、あそこ。特別大きいような気がする。はい、集めろ。で、これペレットの身と、見落としとかもちゃんとね、内容を確認しておかないと。全部集めることが目的になるんで。そこにちょっと残ってたやな。仕事まだまだあるぞ、こっち来い。チャッピー倒すさえやっぱ赤ピクミンの協力は絶対に必要でしょう、火力的に。あーもう諦めんな、そこでつまんな。めんどくせえこいつら。繋がったか、橋は。あそこよく見たらペルトある。回収できてねえわ。あ、繋がったね。よし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 。で、青ピクミンは、はい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 、待て待て待て、そこのペルトペルト。で、回収。で、お前らこっち。そこで止まんな。で、引っこ抜いて全部の数を連れてあっち側行こうと思う。あと3分。まあ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 、3分もあるんでね。ゆとりありまくりよ。これ、引っこ抜いておかないとね。引っこ抜くことによってポイントっていうのが回収されてる、コインか。ただ単純にオニオンに持って帰るだけじゃダメなんだよ、うん、あ、これ蜜出てきそうやな、これ。ほら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 、ミッションモード出てくんねん。ストーリー中は全く出てこうへんかったけど、ストーリー中こそ出してほしかったけどね。よしよしよし、正面から行くのは危険すぎるな。横から、いやまあいいか、この数であれば余裕やわ。食われないように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 、えいえーす。でそこにも赤ピクミンが入ってた。オニオンが近いので、これ青ピクミンでこれ持ち帰らせましょう。え、で、あそこペレットあるな。ただこれペレット回収するためには2人で協力しないとな。こんな感じで、あ、ピクミンだけ投げておけばいいのか。でこっち、あそこにも入ってる。めちゃくちゃあるやん。え、まだまだあんのこれ、もしかして。もう個人的に終わりかなと思ってたんだけど、あーでももうそこから先はいけないし、あとはここにまたペレットがあるから、これは赤で、あっち側かな、あっち側多分2人で協力しないとダメだよ。もう2分、まあまあまだ2分ある。明日に備えてた。明日は何があるんだよ、怖え。明日迎えたくないんだけど個人的に。で、これ、まあ、そのまま青ピクミン投げたらいいか。
あとは、うん、引っこ抜くだけだわな。そうだ、引っこ抜く作業が残ってるんで、それさえやれば終わりなはず。早く早く早く、もう、1分切りそうやわ。まあ、時間はいいかな、クリアできたら。とりあえずプラチナで。あと1分ちょっと焦らすなよ。もう、あ、もう地上100匹いるから、これ以上出てこないね。だからあとはあそこにいる赤ピクミンを引っこ抜いたら終わり。1匹だけ。終わった、プラチナクリア。やっぱこんな感じなんやね。なんか初代のストーリー的な感じで進んでいくのかなと思ったら、サイドストーリーに関してはやっぱこういう感じで進んでいく。まあ、でもね、探索日数が変わることによってやる内容とかも変わってくるんじゃないかな。今回はピクミンを集めろだったけど、本来の目的でもある機材回収、うん、あれに関しては翌日から始まるってことかな。何社長のんきなこと言ってんの。さっきブチ切れた人とは思えないほどの差があるね。歌とか聞きたくねえよお前。ここに向かわせるんじゃあれは。な、社員のこととか一切何も考えてないよね。読む日報。ピクミンたちを驚かせてしまったが、なんとか落ち着かせることができた。しかし初号機ポットの上昇出力が足らず、オニオンとはぐれてしまったのは誤算だった。初号機本体の場所も未だわからないままだ。凶暴な原生生物が多く不安も募るのだが、我々も探索を続けるしかないのだ。いや、もう社長に言ってもここに来ないという選択肢をまずは作れよ。何でもかんでもうんうん、はい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 言ってちゃダメですよ。日本人か踊れ。上からの命令は絶対かい。断ればええねん、嫌な時はね。で、これをクリアしたことによって、探索2日目、次は原生生物を倒せという新たなサイドストーリーが解禁されましたが、まあ、とりあえず一つ一つ区切ってやっていこうと思うので、今回は1日目を終えたので、これにて終わり、次回新たに解禁されたこちらをプレイさせていただく予定です。興味があればまた見ていただけると嬉しいです。おそらくまた大変な1日になること間違いないと思うのでね。